いや、来た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 よ、やば、来た来たよ。ちょっと今すいません、緊急で動画撮ってます、緊急で動画撮ってます。だからもう何も準備できてませんけど、緊急で動画撮って、緊急動画なんです、これは。もう緊急、誰が何と言おうと緊急の動画ですもん。キングダムハーツ4が発表されましたマジかよ、ちょっと俺完全にこれノーマークだった。え、だって考えてみて考えてみて考えてみて、ちょっと落ち着こう、ちょっと一旦落ち着こう。キングダムハーツ2から3までどれだけあったの、ね、ものすごいあったよね。そ、銀河3周ぐらいできるぐらいの年月空いてたよね。何 ?3 から 4? すごいあっさり来た、びっくりしちゃった。マジでちょっと一回皆さんスクエアエニックスのチャンネル見に行ってください。キングダムハーツの20周年記念のなんそのやつの、のやつなんですからちょマジでびっくりしちゃってさ、ね、でしかもね、そキングダムハーツ4発表されて、そトレーラーちょっともう皆さんね見に行ったという手で話してますけど、グラフィックすごくね、ちょっとグラフィックすごくね、なんなんこれ、びっくりした。ええー、と思って、キングダムハーツ3の時のよりもだいぶすんごいなってんじゃん、そんなに年月空いてないのに。しかも舞台がなんか東京みたいな感じになってて、マジかよとか思って、おちょ待って、これちょっと興奮しちゃってさ、すっごい。俺まだキングダムハーツ3の DLC 遊んでねえさいや3はクリアしたんだけど、ね、DLC 俺まだなんだよコンサート映像が一緒についてきてて、そコンサート映像見たんだよね、まずね。あ、これまずコンサート映像見てからキングダムハーツ3のその DLC 行こう思ってて、コンサート映像見て満足しちゃったね。でもこれね、運命、これ今日この日のためにきっと撮っといたんだと思う、俺が潜在的にね。ポーが来る直前にその DLC やってみたいな。え、待って、4はこれでもいつ発売すんのこれいや、ちょっと油断しない方がいいよ、これで、ね、発表されましたね、発表から5、6年待たされること普通だぞこれちょっと思うんですけれども、いやでも本当にグラフィックすごくって、キングダムハーツ3はアンリアルエンジン4で確か作っていて、これね、アンリアルエンジン5で作ってんのかなって思うぐらい、ちょっとすごい。タイミング的にほら、アンリアルエンジン5正式リリースされて、だからまあアンリアルエンジン5で今作ってますとかっていう流れも全然あり得るなとかってちょっと思ってますけれども、まあその辺はちょっとわかんない。だから情報は全然ないよ、まだトレーラーまだ見て、俺その見たばっかりでも、お好み焼き食ってたんでも晩飯でバーって。でなんかさ、ツイッターなんかざわざわしてたの、なんかキングダムハーツ4がどうのみたいなね。で別に公式もまだ発表される前からね、だからなんか、あ、なんかこれざわついてんけど、これなんかあんのかなんかあんのかなみたいな、なんかあんのかなんかあんのかな、キングダムハーツ4発表バーンってお好み焼き全部出たよね、バフっつってね、これねびっくりしちゃったもんね。で、だから、今日、ほんとこれ今日何の動画なのって話だよ。もう緊急動画ですよ。キングダムハーツ4来たよと。で、来た、その思いをみんなあるわけですよ。キングダムハーツに対する思いがいろいろあるわけだよね。どれぐらい楽しみだとか、ね、どんな風に今までキングダムハーツと歩んできたのか、この人生をみたいな。みんないろんな思いがあるんでしょ。ね、それをどこにぶちまけるんですか、このコメント欄ですよみんなの集う場所にしようと思って、このキングダムハーツ4のいろんなお話をする場所にしようと思って、この動画を出してます。こんな髪の毛もなんかもううっすらはげてる感じの、よくわかんない感じになってる状況で、いや、しょうがないでしょ、これね。しょうがないのが、理由がいろいろあって、まあ、お好み焼き食ってひとしきり吐いた後に、子供をお風呂に入れたんだよ。お風呂に入れてその直後なんですよ。ね、だからなんです、今こういう状況なの。で、いやー、でさ、何の話ね。で、飲む立秋ちょ、違うんだよ、俺今日だってさ、ファイナルファンタジー7リメイク2周年なんだよ、今日ちょうど。だから明日か明後日の動画でちょっとなんかその子いじろうかなと思ってこんな作ってんだけど、これ吹き飛んじゃったじゃん、これそんな新作。だセブンリメイクはえセブンリメイクの続編はえ、いやでもいい、それはいい、しょうがない、もうそれ置いとこ。で、今、キングダムハーツの新作が発表されたっていう、これ超めでたい瞬間なんだよ。超めでたい。もう、でも、これもんなんだよ、もう、で、ね、望むこといろいろあるよ、でも、キングダムハーツ4に。望むことがめちゃめちゃいろいろありすぎて。ね。一番望むのは、4だけで完結して。いや、4から初めて OK で、なおかつ4で終わるにしてくんないかな。1、2、3とか、それぞれの派生作品全部遊んできてないと何もわかんないですよ、4のこと。これやめてくれよ、ギョブリッシュ、本当に。それやめてほしい。いや、俺は全部知ってんだけど、キングダムハーツのストーリー全部知ってんだけど、もう何も覚えてない。もう何も覚えてないんです。いや、
キングダムハーツの3発売直前までのまとめ動画っていうの作ったことあるけれども、自分でまとめておいてなんなんだけど、もうほとんど覚えてない。いや、見たら思い出すよ、いろいろと。ね。で、3なんだけど、3ももう全然覚えてない。覚えてんのは、俺ね、言っとくけどね、キングダムハーツ3のラスボスね、結構死んださ。いや、じゃ強えなと思って。いや、強かったよね、あれね。ちょっと待って。俺だけなんかな。あれ結構なんかさ、なんでこんな鬼みたいな強さになってんのみたいな。思い起こせばさ、キングダムハーツ1もさ、ピーターパンの世界に出てくるあいついたじゃん。めっちゃ強かったよね、あれね。なんなんだ、あれと思って。こんな鬼畜なゲームなのこのゲームとか言って思ったことあったけれども、3でもなんかちょっとそれぼんやり思い出したけれども、なんか手に汗握りながら、なんとかクリアしたよね。なんとかクリアしたよねっていうところで、まあ、なんだ、話がすごい飛び飛びなんだけども、4だけで完結する作品になってくれたら、ちょっといいなぁ、なんてちょっと思っておりますね。キングダムハーツ3の DLC のネタバレ書くのやめてくださいね、コメント欄に。みんなのコメント俺すっごい読むつもり満々だから。ネタバレ書かないで、この後っていうか、まあ、もうちょっと落ち着いてから、DLC ちょっとプレイして、いや、俺なんなら3ももう一回プレイしようかな、とかってちょっと思っちゃってるところなんだけど、でも、トレーラー見る限り、さっきも言ったと思うんだけど、ちょっと東京みたいな世界に空行っちゃってんなっていう感じで、これ完全に多分、まあ、新しいって話展開していくわけですよ。このなんだっけ、ダークシーカー編か。ダークシーカー編はもう、3で一応完結してるわけだから、ちょっとこれ新しい感じなんだけど、でも、まあ、なんか敵の感じとかさ、ね。まあまあなんか、継続してっていう感じの雰囲気だから、どうなんだろうな、単体で、完結する話だったらよりいいなぁなんて思ってる。でさ、キングダムハーツ、めっちゃ詳しい人いる？めっちゃ詳しい人。ね。このさ、4のトレーラーの一番最後さ、ね、ドナルドたちがさ、話しかけてる人の声ってあれ誰の声？あれ誰の声？どのキャラクターの声なの？わかる人いるんでしょ、どうせね。いや、俺もこれこんなもん声聞いただけじゃもうわからんから。これなんか、誰なんだよ。なんかさ、キングダムハーツちょっと思わせぶりな、なんかその動画っていうかトレーラーから考察いろいろできちゃいそうな感じの雰囲気すごい匂わせてきてるけれども、これ誰の声なの？わかる人いたら教えてください。ちょっと俺全然わかんないんで。で、まだ今は調べる時間もないんで、この後ちょっとトレーラーを20回ぐらい見て、いろいろなんかこう、どういうことなのかな。とかなんかいろいろ考察してみたいななんてちょっと思ってはいるんだけれどもね。まあ、わかる人がいたらそれ、もうさっと書いてくれるの、それに越したことないですよね。ひとしきり喋ったらだいぶ落ち着いてきたわ。あ、だいぶ落ち着いてきたな。どうなんだろうね。でも、あれさ、キングダムハーツ3の時って、なんかあんまりさ、スクエニ作品のキャラクターお祭り的にわーっていっぱい出てきましたっていう記憶があんまりない。なんかなくね？その記憶。ちょっともう結構忘れちゃってるんだけども。何かが物足りなかったんだよね、3の時。で、13期間とかも割と駆け足で、なんか最後収束させたなみたいな感じちょっとあって。あ、でも、あれか、3のなんかストーリーの、まあ、ラストの方の補完が DLC 確かなってる。だから俺 DLC やってないと言ってしまえばキングダムハーツ3を終えたとは言い切れないわけだよね。で、何の話だっけ。そうそう、だからスクエニのいろんなキャラクターのお祭り感がちょっと、なんか3の時少しなかったなみたいな感じがあるなっていうので、まあその辺ね、キングダムハーツのアイデンティティって何なんだろうって言われた時に、まあ一つはディズニーだ。大きくはやっぱりディズニーだと思うんだよね。まあ、ディズニーとさらにファイナルファンタジー系のなんかいろんなキャラクターがわっと出てきてるっていうところが、まあ、アイデンティティだと思ってたので、まあ、3の時なんかちょっとその少し欠けてる感があるなっていう印象があったのは正直あった。さあこのね、キングダムハーツ4になってそういったところどうなってくるのかね。まあ、もちろんディズニーともねそれはありだと思うんだけど、でも待ってね、そのなんか東京みたいなのが舞台になっちゃってるから、ディズニーのキャラのいろんなワールドをわーって行って、みたいなそういう冒険じゃなくなるのかな？それは寂しいよね。そういったところを含めて、まあ、新しい展開にキングダムハーツがなっていくにおいて、どういう風に世界観やストーリーを構築していくのかっていうところは、まあ、正直すごい、こう、ワクワクする。どんな感じになるんねやろみたいな。ね。
楽しみではございます。ディズニーのいろんなヴィランが出てきてね、わちゃわちゃして最後なんか大きなさ、いやちょっと待って、風呂敷あんまり広げないでほしいんだな、もうさっきも言ったけど、キングダムハーツの風呂敷いろいろ広げるのもうちょっとやめてほしい。畳み切るサイズ感でお願いしますね。いやまあでもね、すごいなんか規模の大きい話になっていくとワクワクはするけどね。でもね、規模小さすぎるとでもちょっと、でもなんかそのダークシーカー編ってすっごい大きなものと戦い続けたソラってもう今ものすごい成長してるわけでしょ。ってなった時に、今回新しい展開がある時にそのそんじょそこらの敵が出てきたぐらいじゃびくともしないよね、ソラね。ってなったらまた今回も風呂敷でかくするしかないかね。ってことは、いやでもね、いいんだよ、キングダムハーツの展開が風呂敷広げすぎてもう10年や15年じゃ回収できませんってなったらなったで、俺たちの楽しみずっと続くじゃん。それはそれでありなのかなってねちょっと一つ、まあ、そういうプラス思考もありだなって最近は思ってる、ね、思ってたりはします。ということで、あー、いやまあなんだろう、まあ、こんなん永遠に喋り続けちゃうからダメだよ俺こんなんね。なんかこれ黙ってたらあと30分ぐらい一人で喋り続けそうなんだけども、まあ、今回は皆さんのそのキングダムハーツのちょっと思いみたいなのをみんなで、ね、語り合おうよっていうその場所を作りたかっただけなんで、動画の内容自体はどうでもいいんです今日は本当にどうでもよかったんです。というわけでね、まあキングダムハーツ4は発表されました。追加情報は今後また追ってということだそうなので楽しみに待ちましょうね。おそらく4月ね、結構スクエニさんなんかいろんな発表あるんじゃないかなって俺思ってます。16もそうだし、新作の、まあ、多分ね、スクエニだけじゃなくて、いろんなゲーム会社がそうだと思う。いろんな発表していって、株価上げようとする。多分明日のスクエニ、多分株価上がんじゃねえか、これ。わかんないけどさ。まあ、終わんないって、だから話終わんないんだって、またこれ。ほんと一人で喋り出したら、もったいつまで終わんねえんだよ。うだうださ。同じこと話してんじゃん、さっきと、みたいなこと話し出すから、ちょ、危険です。今日はほとんど、っていうかもうノーカットで。編集なし、音楽もなしで出してると思いますけれど、まあ、そんな感じでございました。楽しみですね。いやー、なんか、あー楽しみ楽しみです。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあまた次回何かしらの動画でお会いしましょう。緊急のこんななんか適当な動画見ていただいてありがとうございます。じゃあね。